はぁ？どうしたんだ霊夢。随分浮かない顔をしているぜ。この頃とても気になっているニュースがあるんだけれど、聞いていて気持ちのいいものじゃないのよ。霊夢がニュースに関心を向けるとは珍しいな。一体どんな内容なんだ？マリサはウイグル問題って知ってる？私は最近知ったんだけど、今国際的な問題になっているらしいわ。もちろん知ってるぜ。最近になって報じられることが多くなったな。聞けば、ウイグル民族っていう人たちが不当に捕まえられて、強制的に労働させられたり、虐待されたり、望まない不妊治療を受けさせられているらしいじゃない。現代にそんなひどいことが起こっているなんて。霊夢の言う通り、ウイグル人たちが生存の権利や自由の権利を侵されているのは、すでに世界的な常識になりつつあるんだ。だが霊夢、同情するのはいいが、ウイグル問題についてどれくらい知っているんだ？実はそんなに知らないわ。たくさんひどいことをされているってことだけよ。それじゃあダメなのぜ。この問題があるのはほぼ確定だ。しかし、中には事実とは異なっていたり、意図的な操作をされている情報があるんだぜ。必要なのは正しい前提知識と正確な情報、それと情報を取捨選択する判断能力なんだ。ということで、今日はウイグル問題を解説しようと思うぜ。よろしくお願いするわ。まず、ウイグル人というのは、どこの国の民族か知っているか？それは知っているわ。中国でしょう。そう思っている人も多いが、正確には違うんだ。主にカザフスタン、ウズベキスタン、キルギスの中央アジア、そして中華人民共和国の西側に位置する、新疆ウイグル自治区に住んでいて、数はおよそ1000万人くらいだと言われている。なるほど。日本民族はほとんど日本にしかいないから、勘違いしていたわ。世界から見れば、国をまたがっている民族は珍しくないわよね。彼らはトルコ系の民族で、新疆ウイグル自治区に住んでいるウイグル人たちは、ほとんどイスラム教を信じているんだぜ。あれ？イスラム教って髪や肌を見せちゃダメで、ターバンを巻いているはずよね？この画像では、私たちと同じように髪を出しているわ。イスラム教圏内でも、厳格な戒律の地方と比較的緩い戒律の地方があるんだ。土着の信仰と混ざっているケースもある。文化や考え方が反映されるから、視聴者の皆様も時間がある時に調べてみるといいぜ。さて、話を元に戻そう。このウイグル族の起源は、8世紀に中央アジアで建国された、トルコ系の遊牧国家の家元と言われているぜ。遊牧国家ってことは、有名なチンギスハーンのモンゴル帝国と同じね。そして9世紀にウイグル人の一部がタリム盆地に移住し、都市を作ったんだ。それまではイラン系が多かったんだが、これを転機にトルコ系が増えて中央アジアはトルコ化したんだ。これをトルキスタンと言うんだぜ。トルコって言ったらケバブね。シルクロードでも重要な役割を担ったと聞いているわ。よく知ってるじゃないか。さて、このトルキスタンは2つに分けられる。西トルキスタンと東トルキスタンだ。この動画で重要になるのは東トルキスタンだから、名前を覚えていてくれ。東トルキスタンね。わかったわ。8世紀から攻防を繰り返してきたウイグル人だが、1759年、戦争によって秦に征服されてしまうんだ。その時に名前を新疆と命名したぜ。これが後々、中国の一部である新疆ウイグル自治区の元ネタになってくるんだな。なるほどね。つまり、現在のウイグルと中国の関係って秦の時代から200数十年の歴史があるってことね。そうとも言えるな。ここからは一気に現代に飛ぶぜ。1949年中華人民共和国が建立されてから、事態はかなり悪化する。なんでだと思う？ヒントは〇〇革命だ。それじゃあ、答えを言っているようなものじゃない。文化大革命ね。大当たりだ。中国の歴史史上トップクラスに死者を出した大事件、文化大革命だ。文化大革命の際、多くの歴史的建造物や貴重な物品が破壊されまくった。これは革命の名のもとに全てを一新しようとしたからなんだぜ。その時に新疆にはたくさんのモスクがあったんだが、それも大量に壊されたんだ。めちゃくちゃね。それでウイグル族の大共産党感情は最悪になった。そして、問題はさらに加速していくんだ。霊夢は天安門事件は知っているか？同人誌に書き込むと中国からの違法ダウンロードがなくなるって、ネットニュースで聞いたことがあるわ。なかなか面白い発想だな。最初に思いついた人はすごいぜ。天安門事件についての詳細は触れないが、これは中国ではタブー中のタブーであることはみんな知っているだろう。そして天安門事件は2回起こっている。ウイグル人にとって関係があるのは第2回目の1989年5月19日に行われた方なんだ。何が起こったの？新疆大学に通っていたウイグル人学生が放棄し、自治区政府を襲撃したんだ。翌年には新疆ウイグル自治区アクトケンバリン号で数百人のウイグル人が、
東トルキスタン共和国の成立を叫び、結果的に6名の武装警察官を死亡させた。溝が深まっていくばかりね。まだまだ加速していく。その翌年の91年はソ連崩壊が起こり、中央アジアのトルコ系国家が5個も独立したんだ。カザフスタン、キルギス、ウズベキスタン、トルクメニスタン、アゼルバイジャンね。このトルコ系国家の独立によって、同じトルコ系であるウイグル人たちの間で独立の機運は高まっていくんだぜ。独立をめぐる運動が起こってもおかしくないわね。2009年には広東省の工場で漢民族がウイグル人と衝突。これにより新疆ウイグル自治区ウルムチ市で大規模なデモが起こり、治安部隊と激突して197名が死亡、1700名以上が負傷するという大事件が起こったんだ。ウルムチ市は新疆ウイグル地区の首都の立ち位置に当たる都市だ。共産党はウイグル人に対して圧力をかけ続け、2014年4月30日に決定的な事件が起こる。何が起こったっていうの？ウルムチ駅爆発事件だ。これは自爆事件だと言われている。自爆事件って、よく過激派テロリストがやるやつよね。重大なのはわかるけど、それがなんで決定的な事件になるの？実は習近平国家主席が視察をしに来た直後に起こったんだ。それはやばいわ。ああ、これは見方によっては習近平国家主席へ明確な殺意を示したとも取れる。これをきっかけに、習近平国家主席はウイグル人たちを恐れた。そしてウイグル人への監視をより一層強めていったんだ。さらには口述する新疆ウイグル再教育キャンプというところへ、多くのウイグル人が連行されることとなった。かなり根深い問題なのね。ところで、簡単な歴史の流れは分かったんだけれど、現地のウイグル人たちは具体的にどんなことをされているのかしら？私もいくつかネットニュースで見たことがあるけれど、噂におひれせひれがついていないか自信がないの。正確な情報を知ろうとするのはいいことだぜ。じゃあ、中国共産党によるウイグル人への弾圧の内容を3つに分けて説明していくぜ。よろしくお願いします。まずは監視だ。新疆ウイグル自治区にいるウイグル人は厳しい監視下に置かれている。ウルムチでは無数の監視カメラが設置されていて、通行人の顔を逐一録画しているんだぜ。200メートルごとには交番が立てられていて、監属の警察官が目を光らせている。相当な圧感だわ。街中には多数の検問所が設置されていて、ウイグル人は ID カードや持ち物検査を受ける必要があるんだ。監属はもちろん必要ないぜ。露骨ね。これじゃあ、あからさまにウイグル人だけを監視してるって感じ。スマホの通信も見られているぜ。ファーウェイは別中国国内企業と協力して、顔認識でウイグル人を監視するシステムを開発、テストしたことが機密文書の流出で明らかになったんだ。結局ファーウェイは今回の文書が本物であるとは認めたものの、まだテスト段階であり実際には運用していないと発表したんだぜ。苦し紛れの言い訳に聞こえるわ。それができるってことは、いつでもやれるってことだし、中国ならやりかねないと思う。ちなみに中国の大富豪であるジャック・マーが創業した、アリババの事業部門の一つであるアリババクラウドも、同じようなことをして批判されたぜ。しかし、これは本社が知らなかっただけの可能性も高く、アリババは自社技術が特定の民族を差別する意図はなく、それらを許すことは絶対にないと公表したぜ。超巨大企業になると、内部で暴走してしまうことがあるのね。とりあえず中国共産党が関わっているのは間違いなさそうだけど、この通り、テクノロジーが発展していくにつれて、ウイグル人への監視はますます強化されているぜ。逆に、ウイグル人を材料にビッグデータ解析をすることで、国内技術を高めているのでは、という見方もあるらしいがな。何にせよ、ウイグル人をターゲットに利用しているなんて許せないわ。2番目は強制収容だ。これは知っている人もいると思う。どんなことが行われているか、これから説明するぜ。まず簡潔に説明すると、ウイグル人を主にして、カザフ人、キルギス人、一部のイスラム教徒、キリスト教徒が施設に拘留されて、不当な扱いを受けているのが問題なんだ。しかし、中国共産党はこれを職業訓練センターといって、あくまでも正当な扱いをしていると主張しているんだぜ。しょっぱなからうさんくさいわ。ちゃんとしているなら、国際問題にはならないはずでしょう。霊夢の言う通り、本当に職業訓練センターなら感謝こそされるが、糾弾されるはずがないからな。これからは呼び方を統一するために強制収容所と呼称するぜ。まず、強制収容所にいるウイグル人はどれくらいいると思う？10万人。いや、もっと多いはずだわ。50万人よ。残念。正解は、2018年の国際連合人権委員の報告書では100万人。中国の新疆政策の専門家であるエイドリアン・ゼンツ氏が、2019年にした推定によると150万はくだらないと述べられている。50万人でもかなり多く見積もったんだけど、まさかそんなに多いなんて。それくらいの人数が新疆ウイグル自治区にある、いくつかの強制収容所に入れられている。
連行される理由はテロや反社会的勢力の疑いなんだが、令状なしで連行される場合もあるんだ。話を遮るようで悪いんだけど、令状って何？人を逮捕する際に、裁判所が発行する書類のことだぜ。現行犯を除き、これがなくちゃ人を捕まえることはできない。正当な根拠がなくちゃ警察は捕まえられないんだ。令状なしでも OK ということはつまり、理由を適当にでっち上げて捕まえることができる。まさにやりたい放題ってことね。逮捕された後、ウイグル人は司法の審問を受けるか、強制収容所に行き再教育を受けるかの二択を迫られる。大半は後者を選ぶぜ。なぜなら、司法が公平に行われるとは思えないからな。弁護士なしの裁判とかもありえそうね。強制収容所に収容されたウイグル人たちは同じ部屋で共同生活を強いられる。これは一部屋数人から十人の施設もあるが、他の証言によるともっと多くの人がグーグーに入れられているところもあるみたいだ。刑務所みたいだわ。いえ、ウイグル人たちにとっては刑務所と同じだろうけど。それで、さっき言っていた再教育を受けるのね。そうだ。内容は、中国の法律、中国の文化、共産党賛美、自分たちの過去の行動が誤りであり、思想を改めることを強制される。中にはウイグルの文化は劣ったものであり、中国及び共産党こそ素晴らしいといったことまであるそうだ。ひどすぎるわ。完全にウイグル民族の誇りを捨てさせて漢民族化させようとしているのね。収容者は異常のことを刷り込まれるんだ。繰り返し繰り返し共産党への忠誠を誓わされる。もし反抗的な態度をすれば、拷問されてしまうんだ。41男性ウイグル人のバカリさんの証言によると、収容所に入れられる前にも拷問を受け、爪の間に針を入れられたり、正規に鉄の棒をねじ込まれたりするそうだ。その後、強制収容所に収容されても拷問は続き、半殺しになるまで殴られ続けたり、24時間壁に向かって立たされ続けたりしたそうだ。聞いているだけでも気分が悪くなる内容ね。バカリさんは助かったの？カザフスタン政府が解放を働きかけてくれたおかげで、なんとか出られたそうだぜ。それならよかったわ。でも、全員が出られるわけじゃないのよね。ああ、霊夢の言う通り、収容所に入れられる期間は伝えられていない。独断裁量で長い時間拘留される可能性も十分にあるということだ。聞いてくるとうつうつしてくるわ。2番目は不妊処置だ。これは文字通り女性に対して妊娠をさせないように処置や手術を施すことだぜ。これは凄まじい人権侵害に当たるんだ。もしこれが許されるのであれば、ナチスドイツの民族浄化も許されるはずだぜ。どちらも許されるわけがないわね。子供を産むのは当然の権利じゃない。2019年共産党の計画によると、新疆ウイグル自治区にある人口32万2千人の群馬県では5940人に IUD を装着し、8064人に不妊手術を施すと数値目標を掲げたんだぜ。ちなみに、IUD というのは、子宮内の環境を変えることによって、数年の間妊娠を妨げる避妊器具のことだぜ。ということは、5940と8064を足して、32万2000で割って、男女の比率が1対1だとすると、約9の人が不妊治療を受けている計算になるわ。さらに出産年齢人口である18歳から49歳を考慮すると、数値はさらに跳ね上がるだろうな。おそらくだが、20以上になる可能性もあるぜ。もちろん、これは群馬県だけの話ではない。その他地域でも、女性が不当に不妊治療を受けさせられている現実があるんだ。2018年に行われた IUD 装着の80は新疆ウイグル自治区で行われたんだぜ。これは中国全体の人口を考えれば、超異常な数値なんだ。片や14億人、片や1000万人。どう考えても割合が偏りすぎているわね。共産党がこれらのことを行うのは、三次制限という根拠からだ。増えすぎた人口を制御するために、子供を産む制限を設けたんだぜ。一人っ子政策といえばわかりやすいな。それなら知っているわ。どんどん出生率が落ちている日本としては、羨ましいくらいの政策ね。現在では一人っ子政策は廃止されて、二人まで持つことができるようになっている。それでも二人までという制限が今なおあるのね。ウイグル女性は生涯のうちに子供を3人から4人ほど産む。比較的多産の人が多いんだ。それが論拠となっているんだろうが、少数民族であるウイグル人よりも人口の 94% を占める漢族を調整するべきだぜ。たかだか1000万人の人権侵害を行う明確な根拠にはなり得ないと思うぜ。私も同意するわ。ウイグル人だけを標的にしているとしか考えられないもの。そもそも子供の数をコントロールしようという考えがおかしいと思うわ。思想のみならず、民族を意図的に減らそうという試みは、完全なるジェノサイドだ。国際社会は強く批判していかなくてはならないぜ。でも、ウイグル問題は国際的にかなり問題になっているのよね。中国共産党は何と言っているの？
強制収容所に関しては、あくまでも職業訓練センターであることを強調しているぜ。欧米が指摘するようなジェノサイドはないと明言している。特にアメリカが主張しているいくつかの根拠については、嘘、でっち上げと強い言葉を使って否定しているぜ。ここからも、アメリカ対中国の激しい構図が見えてくるな。あくまでウイグル問題は存在しないと言い切っているのね。もちろん、中国共産党側にとっては、絶対に認められない内容だとは思うけれど、不妊治療についても同様に否定している。トランプ政権で合衆国国務長官を務めたマイク・ポンペオ氏が、ウイグルの強制不妊治療について言及した件について、中国外交部は口述の通りに反論している。ちょっと長いが、話をある程度要約してみたから聞いてくれ。中国政府がウイグル人へ強制的な不妊治療を用いて民族浄化をしているという件について、マイク・ポンペオ国務長官の発言は全くのデタラメである。中国政府は一貫して少数民族に対して合法的措置をとっており、1978年から2018年にかけて人口は555万人から1168万人に増加している。対してアメリカは歴史的にインディアンを虐殺し、同化政策をとってきた。新型コロナウイルスも白人と比較すれば罹患率は約5倍、死亡率もはるかに高い。ウイグル問題の論文はアメリカ右翼の息がかかっており、信用に足るものではない。アメリカは自国の人権問題を改善し、内政干渉をすべきではないだろう。確かにアメリカにとっては痛いところ突かれているわね。インディアン政策は最悪の民族浄化とも言えるし、でも、だからといって中国共産党が言うようにウイグル問題がないとは言えないと思うわ。その通りだ。人口が増えたのは、単に漢族が大量移住してきたからという見方もあるぜ。もう一つ、CRI オンラインという中国国際放送が書いた記事も見てみよう。アメリカが提出したウイグル問題についての報告は、根拠がなく、作為的に情報をねじ曲げ、憶測で構築されている。まず、合成写真によって声に注目度を上げようとしている。報告の中に記載されている画像は全て合成である。不妊治療を処置している根拠として挙げた画像は、健康診断の際に撮影されたものであったり、少ない情報から強引な憶測を並べただけである。あくまで事実ではないと言い通すつもりね。中国共産党はこう言っているが、不妊治療が行われている現実は、各国に亡命しているウイグル人女性が証言しているんだぜ。しかしながら、中国共産党が詳しい調査を妨害しているせいで、まだまだ証拠の数が少ないのが現状だ。そもそも、監視カメラを大量に設置して外国人の出入りを禁止、自由に撮影させないなら、裏があるに決まってるじゃない。国際社会はもっと声を上げるべきよ。そう思うだろう。しかし、国際社会では中国を擁護する声が少なくないんだ。どういうこと？2019年に開かれた国連総会第2委員会では、日本、アメリカ、イギリスなど23カ国がウイグル問題を提示し、中国を非難した。しかし、これに対しロシア、パキスタン、エジプト、ボリビア、コンゴ共和国、ベルラーシなどの54カ国は中国を支持する声明を発表。ベルラーシの代表は明確に施設内の基本的人権は守られていると強調したんだぜ。2倍くらい擁護意見が多いのね。もしかしたら、国際社会からしたら、ウイグル問題なんてないようなものなの？もしかしたら、先進国が作ったでっち上げ？まあ、パキスタン、エジプト、コンゴ共和国は一帯一路、ボリビアは中国の経済支援を受けているぜ。確かに一国家としての意見は尊重されるべきだけど、何か経済的協力の打算が見て取れるような気がするわ。小さな国家は中国の資本漬けになると、多少なりとも中国の意見に合わせなくちゃいけない。もし、下手に非難なんかしたら経済支援を打ち切られて、国家が破滅する可能性があるからな。無論、私が言ったのはあくまで推測で、中には本当に中国の処置は正しく、基本的人権の損害もなく、テロリズムや犯罪抑止に有効な政策であると、認識している国もあるかもしれないから、一概に邪推してはいけないのぜ。これは、日本の立場から見ている私たちからは、理解しづらいかもしれないわね。それに、ウイグル問題を指摘している各国にも様々な思惑と妥協がある。まずはアメリカから説明していこう。アメリカは世界で一番ウイグル問題に強い関心を抱いている国だぜ。
早々から新疆ウイグル自治区で人権侵害が行われていることを指摘し、2021年1月19日には、新疆ウイグル自治区の少数民族に対してジェノサイドが行われていると断定したんだ。このタイミングで認定したのは、バイデン政権にも引き続きこの問題に当たらせたいからだろうな。ウイグル問題はアメリカが第一線で戦っている感じね。中国も世界第一位の大国には、安易に手出しできないもの。バイデン大統領には、より一層切り込んでほしいわ。オーストラリアもウイグル問題について言及している。オーストラリア戦略政策研究所では、8万人以上のウイグル人が強制労働させられていると発表したんだ。関与している企業のリストの中には、Apple、BMW、日本のソニーなどがあったんだぜ。かなり衝撃的な内容ね。世界の有名企業が間接的にとはいえ、ウイグル人強制労働に加担していたなんて、オーストラリアと中国の関係はいいとは言えない。2020年度末にも、新型コロナウイルスの対応について国際調査を要請した後に、中国側から報復的に輸入制限をかけられたことがある。オーストラリアとしてもアメリカほど大胆には出れないだろう。中国からの外貨もかなり入っているらしいからな。オーストラリアには、真実を追求する姿勢を保ち続けてほしいわ。最も痛快なことをしたのはイギリスだ。イギリスの放送局 BBC は番組で駐英中国大使に強制収容の動画などを見せ、事実確認を行ったんだぜ。それは大胆ね。日本の番組もこれくらいしたら視聴率爆上がりのはずなのに、駐英中国大使は何と言ったの？何の映像かわからない。新疆ウイグル自治区の人口は倍増している。不妊治療は存在しない。いかなる民族にも平等に対応する。テンプレだな。おそらくはマニュアル通りの回答をしたんだろう。ボロは出してないぜ。用意周到ね。でも、イギリス在住の中国人たちはどう思ったのかしら？それについての情報は、残念ながらなかったぜ。でも、中国人は国を離れても共産党への忠誠心が高い人が多い。もしかしたら、駐英中国大使の言うことに賛同しているかもしれないな。自由に情報を知れるからといって、信じるか信じないかは別問題なのね。なかなか難しいわ。それで、日本はどうなの？日本はウイグル問題についてはアメリカ側についている。先ほども言った通り、国連ではウイグル問題は存在する立場に立っているぜ。日本は積極的なのね。ちょっと誇らしいわ。実はそうとも言えないんだぜ。2021年1月19日、過去に防衛大臣を務めていたこともある中谷県議員が、外務省の担当者に質問したところ、認めていないと回答があったんだ。つまり、日本の外務省はウイグルでジェノサイドが起こっていることを認めていないことになる。どういうこと？国連では追及したんでしょ？一枚岩ではないということだ。国連では人権の専門家たちだが、外務省はあくまで外交専門。もし、ウイグル問題を認めてしまうと外交や貿易に影響を及ぼす可能性が出てくる。ついさっき説明した通り、中国はウイグルや、新型コロナウイルスに関する問題に対して非常に強硬姿勢だ。経済を中国に依存している以上、もし貿易がストップしてしまえば大打撃を食らうことになる。私は経済に打撃を食らったとしても、ウイグル問題を前面に出すべきだと思うわ。もし、これを許してしまったら、次の民族、次の国家が標的にされるかもしれないじゃない。霊夢の言う通りだ。政治家の中でも、ウイグル問題を追求すべきだという意見が確かにある。中国は大きくなりすぎた。世界一位の人口と共産党という政治システムは、常に暴走の危険性を備えている。さらに日本と中国は地理的に近い場所にある国同士だ。数十年後、日本という国が中国の一部になってしまう可能性も否定できない。内政干渉と言われても、常に厳しい視線を向けるべきだと私は思うぜ。私もマリサの意見と同じだわ。今回の内容をまとめよう。中国新疆ウイグル自治区に住んでいるウイグル人たちは、文化的、肉体的、精神的に虐げられている。しかし、中国当局はそれは決して認めず、国際社会も一枚岩じゃない。日本もより強い問題提起が必要。以上だ。私も、もっと個人で調べたくなったわ。それなら、世界ウイグル会議というサイトを調べてみてくれ。そこに、ウイグル問題に関する記事が数多く書かれている。日本語記述もあるから問題はないぜ。その他にも、日本国内で時たまデモや署名を行っているんだ。もし、興味があったら自分で調べてみてくれ。今回も勉強になったわ。ありがとう、マリサ。どういたしましてだぜ。ご視聴ありがとうございました。